面白かったです。意外と楽しんでいただけました、うん、楽しかったです。こうメカニックってこうとっつきづらい人とか、はい、ドローンって何だろうって思ってる人がいるんですけど、今日の経ナビを通してみると、あ、こういうところでもこういうところでも、あ、こんな風にも活用できるんだっていう広がりもすごく見えて、またあの北海道の土地だからこそできることだからこそ活かせることがすごくありましたね。私もちょっと操縦したんですけど、こんな簡単にできるんだって驚きました。すごいですよね、うん、初めてです。取られることはあったんですけど、触るのは初めてで、あの持ち運びたくなる気持ちが分かりました。性能上がってますね。でもね、ねえ、本当ですね。また今後も楽しみですね、はい。1回目でしたけど、いや、なんか1回目だけどすごくボリュームがあって盛りだくさんな、なかなかこんなあんな大きいドローンが来たりとか、はい、ドローンが飛んだりっていうのもなかなかないんじゃないかなと思って。そうですね、1回目ちょっと、はい、ここから下がらないように頑張りますいや、はい、あ、でもなんか1回目なんですけど、すごく本当に興味を持って、はい、あの VTR とか見てたりお話ししてたらもう終わっちゃってたなっていう感じなので、やっぱスペシャルですかね やりますか。いや、スペシャルもやりたいですね。もっとたっぷり、まあ、でも本当構想はあるんですよ、はいはい、でもまあ次週もありますので ね、 そうですね、はい、皆さん次週も見てください、はい、ありがとうございます。